はい、皆さんこんにちは。サンソンチャンネルの山口サンソンです。で、今日はですね、ハーチューさんがトイアナさんを訴えている事件ですね、こちらの方をですね、閲覧してきましたので、それについてですね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。裁判の記録はですね、東京地裁14階の閲覧室でですね、150円の印紙を払ってですね、身分証を見せると誰でも閲覧することが可能です。で、それで閲覧してきましたので、ご報告をですね、させていただきたいと思います。画面を共有しますね。で、こちらですね、証券非行被害者救済ボランティアのブログ、これ私がやっているブログの、ハーチュー裁判トイアナの学習1と、いうことで、これは、明日の記事ですね、12月22日のですね、午前0時更新の記事ということになっています。トイアナの逆襲っていうのは、これ私の書いているこれですね、個人投資家の逆襲っていう書籍があるんですけども、これからちょっと取らせていただきました。この本はちなみに金棒でですね、集団訴訟をやったんですね。500人ぐらい集団訴訟をやって勝ったんですよ。で、その裁判のですね、体験記を書いた電子書籍ということになってますので、興味があったらですね、ぜひご覧になっていただければと思います。で、トイアナの逆襲1ですね、答弁書の前半ということをですね、答弁書っていうのは、これ訴状に対する答弁応答ということになるんですね。で、訴状に関しては、これトイアナさんのブログの方に大部分出てますので、皆さんそちらの方を参照していただければと思います。ブログの方にもですね、一応伊藤遥さん、ハーチューさんの訴状はこちらという形でリンク貼っておきましたので、ブログ更新されたらそちらの方から見ていただければと思います。で、この答弁書ですね、左上に事件番号ですね、令和2年版の2028と、損害賠償請求事件、原告誰々、被告誰々ということを書いてですね、答弁書と書いて、日付、宛先、裁判所で、代理人弁護士清水洋平ということで書いているわけですね。で、最初に請求の趣旨ですね、380万払いだったかなっていうのが請求の趣旨なんで、それに対してどうしてほしいかということで、棄却するって判決をくださいということですね。これが答弁ということになります。で、今度、請求の原因に対する答弁ですね。で、こういう原因で、請求してるんだというふうに原告言ってるわけですから、そのこういう原因についてですね、それは正しいです、それは間違ってます、そこを争いますっていうようなことをですね、言っていかなきゃいけないわけですね。はい。で、まず、1、原告についてというところで、一部ですね、誰が転載しているのかっていうのはよくわからない。これは当然知らないと思うんですけれども、その要は全部認めるというわけですね。で、この部分ね、よく読むと、ハーチュー34歳女性であると。それでですね、フォロワーが24万人いてですね、なんか、インスタの方も12万人だか11万人だかですね、フォロワーだかなんだかがいると。今、自慢話がバーッと書いてるわけですよ、ぶっちゃけね。で、トイアナさんにしてみると、ハーチューさんに訴えられてるわけで、この野郎とか思ってると思うんですけれども、ハーチューさんがですね、私ですごいでしょって書いてるところですね、その通りですって認めてるわけなんですね。なんでこんなことするのと思うかもしれませんけれども、それは裁判に有利になるからなんですね。というのは、これ、後でトイアナさんは、この真実性の抗弁というのを出していくんですけれども、これは要するに、公共性のある真実を私は述べたんだと。だから違法じゃないんだっていうことを述べていくんですね。で、その時に、そのハーチューさんのフォロワーがすごく多いと、社会的影響力がすごくあるっていうことになると、その公共性が認められやすいんですよ。なんで自分の主張に有利なんで、もしかして内心悔しいかもしれないんですけれども、ハーチューさんすごいです、その通りですっていうふうに認めてるわけなんですね。で、2、被告トイアナについて、ここは逆ですね。はい。トイアナさんのブログの方でここ黒塗りになってて、トイアナさんの本名ですとか、そういったことが書いてあると。で、中にですね、トイアナさんというのは、その社会的影響力がすごいんだと、いうことが書いてあるんですね。だからトイアナさん褒めてるわけですよ、ハーチューさんが。で、そこはですね、私知らないわって言ってるわけですね。社会的影響力を有することは不知と、知らないと言ってるわけなんですね、この部分ですね。褒められたのになんで知らないわって言ったのかっていうと、これも認めると訴訟で不利だからですね。つまり、あとで、これ、万一負けたときに、損害額の問題になりますよね。で、そのときに、トイアナっていうのはすげえ社会的影響力あるんだってことになると、じゃあ損害も大きいでしょってことになるわけですね。逆に、トイアナってしょぼいやつだぜってことになると、じゃあそんなやつに悪口言われても、大して痛くも痒くもないじゃんって話になって、損害額が抑えられるじゃないですか。なんで、ハーチューさんがですね、トイアナさんすごい人ですって言ってるところは、これは認めたくないんで、知らないと言ってるわけですね。で、あと、本名とかそういうところはですね、これも認めざるを得ないんで、認めるということですね。から3から5に関しては認否対象外で、これ3から5については、おそらく他の被告ですね、
東京産業新聞とエキサイトとビッグローブですね、この3社について言っている部分なんで、ここはあの私と関係ないんで知らねえと言っているわけなんですね。いいですかね。でその後事件の件について、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、ここね、まあ、要するになんていうか、こっちに有利な話は全部認めてるんですね。例えば、ここですね、妊活に関して1月10日に投稿したとか、それから9月19日に男児を出産したとか、要するに後でですね、妊活に関して、あなたちょっと矛盾することを言ってませんでしたっていうことを主張していくわけじゃないですか。なんで、この妊活に関するですね、事実を向こうが書いてるんであれば、もうそれはもう全部こう認めちゃった方が絶対有利なんですね。だから、自分に有利なところは、訴状に書いてあることでも積極的に認めてるっていうところですね。まあそこが、ずっと、まあ、続いてるというところですね。からと、まあ、原告はですね、妊活詐欺っていう言葉にすごいこだわってて、でその批判についてですね、そんなことねえんだと、まあ、いうことを、まあ、言ってるんですね。はい。で、まあ、原告の方はですね、妊活詐欺っていうのはこう事実の指摘だと、まあ、言ってるんですけれども、まあ、そうじゃないと。まあ、それはですね、まあ、意見ないし論評なんだと。まあ、いうようなことを言ってるわけですね。まあ、実は問屋さんは別に妊活詐欺って言ったわけじゃないんですけども、まあ、原告がぐちゃぐちゃ書いてるんで一応答えてあげたっていうことですね。まあ、この部分は妊活詐欺って書いちゃって、カーチューさんから発信者情報開示請求をかけられてる人結構いるんで、まあ、そういう方にとってはですね、参考になるところかなと思います。うん。で、非常に面白いこと言ってると思うのは、その詐欺っていうのは必ずしも犯罪としての詐欺だけじゃないんだと。で、いくいく詐欺とかやるやる詐欺といったように犯罪とは全く無縁のカジュアルな使い方が一般化していると、まあ、いうわけなんですね。この辺なんか面白い指摘ですよね。まあ、なんで、妊活詐欺っていうふうに書いちゃって、発信者情報開示請求かけられた方なんかは参考になるのかなと、まあ、思っております。ですね。まあ、あと日常をコンテンツ化しているとか、まあ、そんなようなですね、後の自分の主張に有利なところはですね、まあ、積極的に認めているというところですね。まあ、そんなわけで第一ですね、請求の趣旨、いくらいくら払えているところですね、それは請求棄却を求めると。から第二のところですね、訴状に書いてあることを認める、認めないっていうところで、まあ、基本的には、こっちに有利なところは認めると。ですね。不利なところは知らないとかですね、認めないとか。まあ、そんなようなことを言ってるわけですね。で、その後の第三っていうところでですね、まあ、いよいよですね、問屋さん側の具体的な主張ですね、まあ、これを述べていくことになるわけですね。で、ちょっとそれが、それをちょっと映しますね。ちょっと長いんでね、これ2つに分けまして、答弁書の後半、第3のところは、12月23日ですね、あさっての午前0時の記事の方に書かせていただいております。題名は波中裁判問屋の逆襲2というところですけどね。はい。まあ、それについてざっと見ていきたいと思います。今、それを、でないか。ごめんなさい。共有しなきゃいけませんね。共有ですね。よいしょ。できましたね。23時0時更新予定ですけれども、波中裁判問屋の逆襲2第3問屋の主張ということです。で、まずそもそも何が争いのあれなのかというと、まあ、問屋さんのツイッターなんですね。波中さんが物を宣伝するとよく売れる、だから仕事が絶えない、近い業種だからよく存じていますけれども、妊活の本を書いて売れたタイミングで、実は妊活について書く前から妊娠していましたは、冒涜ではないですか。読者を妊活する方は何だと思っているのですか。ハーチューさんを批判すれば一緒にお仕事ができなくなる、それはビジネス面から見てもったいないことです。しかし妊活する人を貶める今回のプロモーションには怒りを禁じ得ませんと、まあ、こういうツイートを、まあ、しちゃったわけなんですね。で、これがですね、まあ、今回の裁判で争われている対象ということになってくるわけです。で、まあ、投稿したこと自体は問屋さんも認めていると、まあ、いうことですね。で、まあ、記事の読み方ですね、これは一般の通常人の読み方を基準にするわけですが、まあ、そんなことを書いていて、で、まあ、ツイッターっていうのはですね、まあ、140字という制限があるんで、これはもう2つの投稿に分かれているけれども、これは1個の投稿なんだと。から、まあ、そういった制限がある中でやってるんで、みんなその背景事情をですね、当然の前提としてですね、読んでるんだと、まあ、いうようなことを言ってるわけですね。で、2、社会的評価の低下がないことですね。まあ、名誉毀損で訴えられた場合ですね、争い方と大きく分けて3つあって、1つは同定可能性ですね。あんたのことだって分かんないでしょっていう争い方。で、2つ目が社会的評価が低下しないでしょっていうやり方ですね。
で、3つ目が公共性のある真実でしょっていう争い方。まあ、3つあるんですね。で、1個目に関してはもうハーチューさんって言っちゃってるんで、これはもう争いようがないじゃないですか。で、2個目ですね。社会的評価が低下しない。ここで争ってるわけですね、まずね。うん、で、ここでですね、はい。原告がどのような人物について若干説明するということでですね、もうここがですね、ほとんどハーチューさんに対する悪口に、なっちゃってるというところですね。まあ、訴状とはいえ、うおーというところですね。まず、MeToo 運動ですね。MeToo 運動で私もセクハラされましたっていうふうに、こう、ハーチューさんが言ったらしいんですけども、それに対して、お前、童貞のことをディスってたやないかと、それこそセクハラやないかと、まあ、そういうですね、批判があったやないかと。でしかもその謝罪を撤回するという行動をとってですね、さらに批判されてるじゃないかと。まあ、こんなようなことを言ってるわけなんですね。ちょうどこのあたりですね。はい。かつには血液クレンジングですね。まあ、これもですね、まあ、炎上したと、まあ、いうようなことが書いてるわけなんですね。はい。まあ、そんなわけで、MeToo 運動ですとか、血液クレンジングなんかのことを言ってですね、まあ、原告の悪口言ってるように見えるようなところもですね、まあ、あるというところですかね。はい。で、あとね、その、問屋さんのね、ちょっと一個だけ問題っていうか、不用意だったところは何かっていうと、ここなんだよね。ちょっと戻ってるんだけど、妊活の本を書いて、売れたタイミングでって言ってるんだけれども、その確かにハーチューさんですね、この、妊娠発表の直前に本を出してるんですけれども、実を言うと本には妊活のこと書いてないらしいんですよ。それで結構ね、原告が傘にかかって鬼の首取ったようにですね、問屋のふざけんなとこう言ってるんですよ。で、ここはまあ正直言って問屋さんちょっと不用意だったところで、まあ一番原告にとっては攻めどころなんですよね。逆に言うと、まあ問屋さん、もし毎日負けるとしたらこの部分なんだけど、そこに関しても、まあ、清水先生ですね、反論をしているわけですね。どういうことかというと、その本のタイトルがですね、ここですね、旦那観察日記、AV 男優との新婚生活っていうタイトルの本なんですよ。で、アメーバブログのタイトルの方が、旦那観察日記で、まあ、非常にそのタイトルが似てるんですね。ということで、まあ、一般読者の読み方を基準にすれば、これはですね、そのブログの方が、まあ、いわば本の続編になってるでしょうと、まあ、いうようなことを言ってですね、この、まあ、実は本に関しては妊活書いてないらしいんですけれども、まあ、その点、まあ、ちょっと問屋さんが言うと弱点なんだけど、まあ、そこについてちゃんと、まあ、説明をしていると、まあ、いうことになるわけですね。で、この社会的評価を低下しないというところ部分のですね、最後、これも本当に強烈ですよね。なんか、もうこれ誹謗中傷と言ってもいいかもしれませんけども、原告はある事項についての、使いますね、原告ある事項についての矛盾とも捉えられる行動を取る場合があると認識されていることを踏まえると、本件投稿が前提とする状況も不妊治療を検討するを悩んでいるという趣旨の発言をしていたのに、実は以前から妊活をしていたという状況は矛盾とも捉えられる行動であるともいえ、この点においてもそれまでの原告に対する社会的評価を低下させるものとは言えないと言ってるんですね。これ結構ひどいですよね。要するにお前の社会的評価はすごい低いんだからこれ以上下がんねえんだと、まあ、そう言ってるわけです、はっきり言って。いやちょっとこれひどくないですかねと思うんですけど、そうですね、ただね、まあこれ私がこういうこと言うとなんかちょっと怒られるかもしれないけど、トイアンナさんのこの主張はね多分通んないと思う、うん、っていうのはその社会的評価が十分に低いとしても、その問屋さんの発言によってさらにちょっとでも下がるっていうのはあり得ることなんだよね。なんでもともと社会的評価低いんだからこれ以上下がんねえっていう、まあ、ぶっちゃけそういうこと言ってるんだけど、まあ、これはね通んないと思いますよ、はい。まあ、例えばですよ、そのあいつ人殺したって新聞に出るとするじゃないですか。で、例えば僕がブログにそれ書くじゃないですか、ですね、でそうするといやもう新聞でもうみんなそのこと知ってんだから私はブログに書いても関係ないでしょと、今更下がんないでしょとか、まあ、主張するんだけど、いやでも新聞読んでないやつもいるんだからやっぱりあんたのブログにそう書かれてやっぱりちょっとは下がるんだよと、まあ、そういう話に多分なるんだよね。だからねここはね多分裁判官認めないんじゃないかなと思う、うん、まあ、私が言うの変だけどね、はい、希望じゃなくてなんていうか予想ということねで言ってます、はい。でその後ですね、違法性についてですね、違法性阻却事由がないこと、まあ、要するに違法性阻却事由があるということですね。
で、まあ、問屋さん側としては、要するにこれは論評ないし意見なんだと言ってるわけですね。で、これに関しては平成9年9月9日の、ね、最高裁判例があってですね、まあ、その論評に関しては、その基礎となる事実が真実であればですね、これはもう違法性が阻却されるんだと、いうことを言ってるわけですね。で、まあ、公共性に関してはもうね、だってもうトップインフルエンサーですからね、当然公共性はありますよね。から公益目的もまあ、あると言っていいでしょうね。で、真実かどうかと、まあ、いうことなんですけれども、まあ、結局はですね、1月17日かな、なんかに妊娠が分かったと。にもかかわらず、その3月27日までですね、妊活中であると、まあ、いうようなことをですね、まあ、ブログで書いてるじゃないかと、まあ、いうことですよね。その妊娠が判明しているのに、その妊活についてですね、発信してると。で、しかも、それは、なんていうんですかね、ハーチューさん自身がですね、こうリアルタイムにこだわりたいっていうような発言をたびたびしてるんですよね。なんで、その順番が違ったんじゃない、違っちゃっただけだっていうふうに、まあ、ハーチューさん言いたいかもしれないけども、あなたそのリアルタイムって今まで言ってきたじゃないですかと。で、読者はそう思ってますよねと。で、その状況でそれはないんじゃないですかと、まあ、いうことで、まあ、リアルタイムだと言いながらですね、で、実際にその妊娠しているのに、妊活中だっていうようなことでですね、ブログを更新したりいろいろしてたじゃないかと。まあ、いうことで、まあ、そのことがですね、そういった意見ないし論評のですね、基礎となる事実であって、それは真実なんだと、まあ、いうのがですね、結局、問屋さんの主張と、まあ、いうことになってるわけですね。まあ、詳しいことは、明日ですね、あさってか、後半の部分は12月23日のですね、午前0時に更新しますので、まあ、そちらの方を見ていただければと思うんですけれども、まあ、概要ですね、そんなことを言ってるというところですね。で、次回は、2月だったと思うんですけど、こっちウェブ会議ということで、僕らは傍聴できません。ただ、提出した書類ですね、今回福永先生ですね、ハーチューの代理の福永先生の方からですね、ハーチューさん側からこれの反論が出てくるわけですね。で、その反論文書に関しては、その2月2日だったかな、そのテレビ会議以降にはまた閲覧できますので、まあ、閲覧してですね、どういう反論、これに対するですね、ハーチューさんがどういう反応しているかと、まあ、いうことについてもですね、またこういった YouTube なんかでお伝えしていきたいと思っております。そんなわけですね、今日はですね、ハーチューさんが問屋さんを訴えた事件についてですね、問屋さんがどういう反応しているかということについてですね、まあ、閲覧をしてきて、ちょっとお話をしてきたというわけですね。まあ、よかったらチャンネル登録と、それから高評価ですね、よろしくお願いします。どうもご清聴ありがとうございました。失礼いたします。